今日私は創世記2章7節から17節の御言葉を通してエデンの園の宮の2番目の時間を持ちたいと思いますエデンの園宮先週に続けてメッセージを語りたいと思います聖書の全体の歴史を見てみると全てを救済誌と言えます救済誌これは 堕落した人間を神様がイエス・キリストを通してどのように救い出すかを記録した内容でありますこの救いの歴史を神様は聖殿この宮を中心としたまた教会を中心とした救いの働きをなされてきたということを聖書は語っていますですから旧約に現れているこの 聖伝宮について私たちは今勉強していますけれどもその中でも最初の宮がエデンの園でした今日私たちは救済シリーズ第11巻「ゼルバベルの宮」と機関者たちの経図について勉強をしていますけれどもその本を見ると聖伝その宮を成すためには4つの要素が必要だと語っていますまず1つ目は 選ばれた場所です。神様が選ばれた場所でなければいけません。また2番目に神様が臨在される場所でなければいけません。また3つ目は神様,を神様に仕える祭祀がある場所。祭祀がいる場所が聖殿宮であります。また4番目にはその中で、えー、生贄を捧げなければいけません。礼拝が捧げられなければいけないわけですね。その4つの 要素がある場所が神様の宮であります。しかし聖書を見ると、使徒行伝7章48節を見ると、意図高き方は手で作った家にはお住みになりませんと語っていますね。誠の宮というのはただ目に見える建物ではないわけです。では何ですか第1コリント3章16節を見ると、あなた方が。 御言葉を受けた信徒一人一人が神様の宮であり神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと語っていますね第一コリント3章16節です私たち自身が神様の住まわれる神殿とならなければいけないわけですでは私たちがなぜこの世に実在したその 神殿について神様の宮について勉強しているのでしょうかなぜその建物について私たちが勉強しなければいけないのですかその理由は聖書で教えている、えー、聖殿というものはですね誠の聖殿の陰であります。その聖殿、神殿が持っているその属性が私たちが持たなければいけない。 宮の属性であることを意味するわけです。ですからこの聖書にから記録されているその宮を通して私たち自身の宮を築き上げなければいけないわけです。エデンのその宮が最初の聖伝でした。その江でのそのが持っていた属性があるわけです。そういう属性を私たち自身が身にまとわなければいけないということなんですね。ではこの 宮はどのよううな宮だったでしょうかまず一番目にエデンの園は神様が選ばれた場所でした先週も語りましたけれどもエデンの園という時に園というのががという単語でありますそれは垣根があるまた塀が建て上げられているという意味ですねですからこの垣根塀があるという場所はということは えー、神様が選ばれた場所可別さ、神様が区別された場所であるということです。また、エデンという意味も、喜び、楽しみという意味ですね。ですから、その場所が喜び、楽しみではなく、神様に出会い、神様の前に来て、世の中と区別されたそのアダム、その人の心の中が、 楽しみと喜びに満たされていたということを意味するわけです。それが神様のおられた宮であったわけです。ですから、詩篇36六篇8節を見ると、彼らはあなたの家の豊かさを心よくまで飲むでしょうと。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいますと語っていますね。神様の家で、神様の宮で、豊かな、えー、祝福をくださると。 楽しみを下さると語っています。この楽しみがエデンです。エデンという単語です。ですから、エデンの川の水によって、えー、心ゆくまで飲ませてくれると語っているわけですね。創世記2章10節からを見ると、エデンには4つの川がありましたね。ピション、基本、ティグリス、ユーフラテス。エデンの川がありました。楽しみと喜びの川でした。それが 主の家だと語っていますねエデンの園は神様がおられた宮でありそこから神様の喜びの水が川が流れてアダムとエバを楽しませたと語っていますこのような命の泉は聖殿から神の宮から出てくると語っていますエゼケルの宮からもこのような命の泉の川が流れている姿を神様は見させてくださいました エゼケール47章12節を見るとその川があるんですけれどもその川の横にはあらゆる果樹が成長しその葉も枯れず身も絶えることがなく毎月新しい実を見つけると語っていますその水が聖女から流れ出ていると語っていますね聖殿からその川が流れてたわけですですですからエデンのそのからも命の泉の川が出てきたということを見るときに エデンの園が宮であったことを示しています。また、黙白く22章、1節から2節を見ても、新しいエルサレム、そのエルサレムにも同じように命の泉が流れていると語っています。都の大通りの中央を流れていたと、その神様の、えー、おられる、また子羊との溝から出るその水を示しています。世の終わり、新しいエルサレム。 エゼケルですね、エゼケルの宮。結局、世の終わりにはエデンの園が完全に回復することを意味しています。しかし、イエス様はその命の泉がどこから出てくるのか語られています。それがどこからかというと、ヨハネ7章38節から39節にあります。私を信じる者は聖書が言っている通りに、 その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると語っています。これは、イエスを信じる者が後になってから受ける見霊のことを言われたのであると。イエスはまだ栄光を受け取られなかったので、見霊はまだ注がれていなかったからであると語っていますね。聖霊を受けた、その信徒の腹の中から、心の奥底から生ける命の,その泉が、 水の川が流れ出ると語っています。ですから、この御言葉を総合的に見てみるとですね、堕落する前、アダムの心の中から、その精霊を受けた、神様の命を受けたアダムの心の中からは、永遠の命の泉、喜びの川が流れ出ていたということを意味しています。そしてそれだけではなく、イエス・キリストを 受け入れた私たち一人一人も同じように私たちの心の中からこの命の水が川が流れてなければいけないということなんですねえ私たちの本教会であるソウルに行くとですね四十研修院がありますけれどもその研修院に行ってえ泉を井戸を掘ったわけなんですけれども 3 0 0ルまで掘ったときにいきなりそこから水が出てきましたね。その映像を見るととても驚く映像であります。そのようにですね私たちの心の中からもこのような命の泉が流れでなければいけないということを意味しています。綺麗で本当に溢れ出るそういう命の泉が流れでなければいけません。そのためには 私たちも一生懸命掘らなければいけないわけです。何を掘るんですか御言葉の井戸を掘らなければいけません。祈りの井戸を掘らなければいけません。100m、200m、掘っても何も出ませんでした。そこで諦めるのではなく、必ず出ると語られたその通りに、それを信じて最後まで諦めずに掘っていけば必ず命の泉の川が流れてるということを信じてください。それがエデンの園です。また2番目に、 エデの園は神様が臨在された場所であります。神様が臨在された場所。先週、創世記3章8節の内容を見ましたけれども、神様は、そよ風の吹く頃、えー、そ,のそのを歩き回れていたと語っていますね。そこで、歩き回られるという単語が、ハ、え、ラ、ー、くという単語です。はらく、歩く、また、同行する、同じ一緒に歩むという意味です。 それが創世記五章二十四節を見ると神様がエノクと共に歩まれた時その共に歩むというのも同じようにハラクという単語です。エノクが神と共に歩んだと。どういうことかというとエデンのそのはどのような場所かというとアダムが罪を犯す前にはですね神様と共に歩んでいた場所であるということです。しかしアダムが 罪を犯して善悪を知る木の実を食べてからは神様を避けて隠れましたよね。その前にはいつも神様と共に歩んでいたわけです。では、この共に歩むということはどういうことでしょうか共に歩むというのは一致であります、一致。神様とアダムの心がですね、一つとなることです。 私たちの心と神様の心が共になること、一つとなることが神様と共に歩むことであります。私たちが歌う賛美の中でもですね、父なる神の心という曲がありますけれども、私の心が神様の心を悟って、すべての願いが神様と、ね 同じ願いとなりますようにと。また私たちの歩みが神様と共に歩む歩みになるようにと歌詞があります。神様の心と御心と同じ心を持つこと、考えを持つこと、同じ歩みをすることが同行であります。しかしアダムは罪を犯すことによって この動向が神様と共に歩むことがく崩れてしまったわけですね。私たちもこの歩みを神様と共に歩む歩みを成すことができるように私たちは一生懸命歩まなければいけないんです。どのような祈りをするべきかというと、イエス様はその祈りの手本を示されました。ルカによる福音書22章42節を見ると、 月生までの祈りでこう語られましたね。父なる神様と、御心ならば、この杯を私から取り除けてくださいと。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてくださいと語られました。ここを見ると、父よと、御心ならばと、この杯を私から取り除けてください、取り除けてくださいと。 イエス・キリストの人間的なその表現を示しています。人の考えから、人の立場から見て、ですねその十字架の苦難を、とても苦しいその苦難をどうか取り除けてください、取り除けてください。しかし、しかし、しかし、私の願いではなく、見心の通りにしてくださいと語っていますね。 私の願いではなく、見心の通りに、私たちの祈りがこのような祈りにならなければいけません。しかし、多くの人は反対側の祈りをします。反対の祈り。どういう祈りかというと、私の願いを聞いてくださいと言いますよね。私はこれが必要です。あれが必要です。それをどうか与えてくださいと。これをください。あれをください。それは、 父なる神様の御心を自分の心に合わせなさいという祈りであります。しかし、イエス様の祈りは人間的な面からしたら取り除けてくださいと、取り除けてくださいと祈りましたけれども、しかし、その願いでは、私の願いではなく神様の御心の通りにしてくださいと祈りましたね。私たちも同じように成熟した祈りをしなければいけません。 私の願いではなく、父なる神様の願いに私たちが合わせていくことができるように、私たちを助けてくださいと祈るべきなわけです。そういう祈りをするときに、私たちはアダムの堕落した前の世界のように、またエノコのように神様と共に歩むことができるということを皆さん信じてください。また3つ目に、エデンの園は神様,をに,神様に使える 祭司がいる場所でした神様に仕える祭司がいる場所エデンの園の祭司は誰かというとアダムでした創世記2章15節を見ると神である主は人を取りエデンの園に置きそこを耕させまたそこを守らせたと語っていますねた耕させ守らせたとこの耕すというのが ヘブルル語語ででアアババドととと言いいいまますす、ま、た守るううのはシャマールという単語ですこの2つの単語が一緒に出てくる場合はですね大体祭司やレビュー人が聖女で職務を行う時に使う単語でありますですからアダムも同じようにエデノソノという宮で神殿で祭司として暮らしていたということを意味しています 祭の役割を果たたしていたわけですね例えば民数記18章7節を見る,こと,を見ると「えー、あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてあなた方の祭祀職を守り奉仕しなければならない」と語られました「祭祀職を守り奉仕しなさい」と。えーあ アロンにも語られたこの御言葉と同じようにアダムにもこの守ることまた耕すこのアバードとシャマルを行わせたということなんですねまた第1ペテロ2章9節を見ると私たち一人一人を王である祭司とされましたでは祭司はどのような存在でしょうかどのような働きをすべきでしょうか1つ目に祭司は礼拝をする人です 祭主は礼拝を捧げる人です。ヨハネ4章23節を見ると、真の礼拝者たちが霊と誠とによって父を礼拝する時が来ます。今がその時ですと。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからですと語っていますね。霊と誠と思って礼拝を捧げる者が誠の礼拝者であります。誠の祭司であります。私たちが あらゆる環境において教会に出ていくこともできないこともあります。しかし、家で礼拝を捧げるとしてもですね、礼と誠と思って神様の前に誠の礼拝を捧げるとき、私たちを誠なる祭司であると認めてくださるわけです。また、二つ目に祭司は中保者です。神様と人との間に取りなしをするものであります。この中保者は、 えー、両方の心を悟らなければいけません。神様の心も悟って、また人の心も理解しなければいけません。私たちは人間でありますから、人の心を理解することができます。しかし、人の間でもですね、誤解をするわけです。最初は理解する必要があります。理解する心を持たなければいけません。ああいう人もいれば、こういう人もいると、そういうすべての人をですね、理解して、 共に歩むことができるような存在とならなければいけません。また、御言葉を通して神様の御心も悟らなければいけないわけです。聖書の御言葉全体が神様の心ですよね。その心を悟るときに私たちは誠の祭主となることができます。また、3つ目に祭祀は真理の守護者であります。真理を守る者。マラキ2章7節を見ると、 妻子の唇は知識を守り人々は彼の口から教えを求める彼は万軍の主の使いであるからであると語っていますねここを見ると妻子の唇は知識を守らなければならないとこの知識というのはもう世の中で勉強するそんな知識ではありません御言葉を教えばを語っています御言葉、こ言葉が知識ですですから御言葉を守るものにならなければいけないわけですね 聖書では御言葉の危機が来ると語っています。またこの世の中はどん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 御言葉を離れている時代となっています。そういう時であるからこそ私たちは祭司としてこの真理を神様の御言葉を守っていくものとならなければいけません。また私たちだけではなく後の世代にも御言葉を伝えていくものとならなければいけません。また4つ目に大きな4つ目神様の前に 生贄を捧げる場所がエデンの園であります神様に捧げ物を捧げる場所がエデンです。先週、アダムとイブが善悪を知る木の実を食べてから彼らのために川の衣を作って着せせられたと語っています。その川の衣を作るためには獣の犠牲が必要だったわけです。 最初の生贄となったわけですよね。しかし、アダムが堕落する前、その罪を犯す前には、血の捧げ物は必要がありませんでした。血の捧げ物、血のいけにというのは、罪のために捧げるからなんですね。しかし、血の流さない生きたいけにが必要でした。ローマ12章1節を見ると、 兄弟たちよと、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いしますと。あなた方の体を神から受け入れられる、清い生けた供え物として捧げなさいと語られましたね。私たち一人一人も、イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの罪は許されました。ですから、イエス・キリストの十字架のいけにえが最後のいけにえでした。 最後の血の捧げものしかし今私たちも生きた供え物を捧げなければいけません血の捧げ物は必要なくなりましたけれども生けた生きた供え物を私たちは捧げなければいけませんではその捧げ物は何でしょうかまず一つ目に従順の生贄です従順の生贄 サムエルジョー15章22節になります神様は前哨のいけにえよりも従順すること、聞き従うことを求めておられると語っています。サムエル・ジョー15章22節ですね。いくらいけにえを捧げても従順しなければそれは無意味であると語られました。神様が喜ばれる従順のいけにえを捧げる皆さんとなることを主の目をもって祝福いたします。 また2番目には神様を知る生贄です。ホセは6章6節を見ると、私は誠実を喜ぶと、生贄は喜ばない、前哨の生贄よりも、むしろ神を知ることを喜ばれると語っています。これを神様は求めておられるわけです。神様について知ること、御言葉を悟ること、神様に近づくこと、神様との関係を深く結ぶことを求めておられるわけですね。 ホセア四章六節を見ても私の民は知識がないので滅ぼされると語っておられます。見言葉がないから滅ぼされると。そして三つ目には感謝のいけねえを捧げなければいけません。感謝のいけねえ。紙幣五十篇二十三節を見ると感謝のいけねえを捧げる人は私を崇めようと語っていますね。 感謝の生贄を捧げる人は神様の前に栄光を表す人であると。ですから、聖書では何事においてもいつも感謝しなさいと語っておられます。しかし、アダムは感謝がなくなったために堕落してしまいました。ヘビが善悪を知る木の実を食べると神様のようになるんだと語った時にアダムの心の中でその欲があったわけです。私は、 神様の世になれると。そういう欲があったからこそ堕落してしまったわけですよね。感謝がなかったわけです。そして最後に4番目4番目はもしも私たちが罪を犯したならば砕かれた悔いた心を捧げなければいけません。詩篇51ペ17節を見ると 神へのいけにえは砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを下げすまれませんと語っていますね。悔い改める心を持たなければいけないということです。ただあるいけにえを持ってただ捧げるのではなく、本当に心から 悔い改めて砕かれた心を持って神様の前に捧げるときに神様との関係を回復することができるわけです。エデンのそのでもですね、アダムが神様が来られたときに、アダムよ、あなたはどこにいるのかと聞かれました。そのとき、すぐに悔い改めたならば、えー、回復することもできたでしょう。しかし、アダムはずっと隠れてしまいました。 ですから私たちはいつもアダムの罪があるものとして生まれてきましたけれども私たちも一人一人食い改めた心を捧げなければいけませんそういう時に父なる神様との関係が回復し和解することができるわけですイエス様がこの世に来られた理由は何ですかイエス様が来た理由はですねエデンのそのを回復し 堕落する前の世界を回復するために来られたわけです。そして今日の御言葉を見るときに、エデンのそのという場所はですね、とても遠い場所にあるわけではないわけです。今私たちのすぐ近くに来ているものであります。なぜならば、イエス・キリストがその道を開かれたからです。十字架に死なれることによって、その垂れ幕が裂けて、 門が開かれたように私たちの前にもこのエデンの園が開かれているわけです。またこの御言葉を受けたということは神様が私たちをこの時代のアダムとして建てられ私たちエデンの園へと導いてくださる過程にあるということを意味しているわけですね。ですから私たちはこの御言葉をしっかりと掴んでまた最後までこの信仰を守り続けながら エデンの園の主人公となっていく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします祈ります愛する父なる神様今日も私たちが、えー、教会に来て礼拝を捧げることができずオンラインで礼拝を捧げていますしかしこの時間各自の場所を神様の宮として教会として用いてくださり 心と霊をもって捧げる誠の礼拝の場所となることができるよう祝福してください。死なる神様、エデンの園がアダムの心を反映し、誠の礼拝の場所、誠の神の宮だったように私たちも最後まで信仰を守り続けて私たちもエデンの園を回復することができるよう導いてください。このエヴァグリーン協会とまた各家庭と また職場とすべての場所においてエデンのその隣神様が選ばれた場所としてそこに臨在されまた私たちを祭司としてくださりその場所で神様と共に歩み神様の前にいけねを捧げまた神様を知る知識のいけねを捧げまた神様の前に砕けた悔い改めた 霊なる心をを持って捧げ物を捧げげ物神様から喜ばれてまたエデンのそのへと回復して歩むことができるような信徒として用いてください。父なる神様、信徒一人一人あらゆる祈りの課題を持って礼拝を捧げ各自の場所で祈っています。すべての祈りにどうか神様が耳を傾け答えてくださり。 生きておられる神様を体験することはできるよう祝福してください。また、恵みによって共におられ、最後まで私たちを守ってくださり、左右に揺らぐことなく、回復の宮業が完全になされるときまで、自分の信仰を守り続けることはできるよう祝福してください。すべてに感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。